道が台風7号の影響でひどいことになっております。50メートルほど上に罠を仕掛けて、メスジカがかかっております。栗がたくさん落ちてよく食べに出ておりました。かけて3日目でかかりました。ここにかけました。若いオスジカがかかりました。山ぶどうのつるに巻きついて動きが取れません。背中にはまだ鹿の子模様が少し残っていますが、首には冬毛の縦髪が伸びてきております。